みぎちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。はい、ここが、よくテレビでね、よくと言うんじゃないね、前に放送されてた、アビコいうところでね、カラスに餌やってて、ね、ものすごいね、住民苦情があるんかな、うん、カラスと猫の餌やりで有名な、アビコいうところです、ここが。まあ、こんな感じでね、ほんまに、都会いうかね、市内なんですよね。まあ、こんなところでね、何を言いたいか言うたらね、ね、餌やるの、野良猫は自由がええ言うてある人もおる中で、まあ、ここの猫がね、ほんまに自由なんか言うのもね、これからね、ちょっと話させてもらおうんでね、まあ、撮ってるわけやねんけど、ね、ここがアビコです。まあ、ちょっと変わった名前ねんけどね、このシティホールって書いてある、この左、ちょうど真ん中の左上のところに、アビコ。書いてこれでアビコ、あの字でアビコと言います。まあ、この辺のどこかやと思うんやけどね、そのテレビに映ってたのは。まあ、こんな環境の中で野良猫が生きていけるかいう話なんですけどね、餌やりさんも今日らね、穴してばらまいてるような餌でね、まあ道路にばらまいてこんなとこでね、餌まいたってモーターとしてかで、ね、猫かで、ね、こんなんもうね、雨に濡れてね、ふにゃふにゃになった餌をね、汚い水、雨の水でね、食べるというような環境の中で、それが幸せなんかいうことやねんけどね。そやし、この餌やりさんもから餌もらわねえ方、ほら、ここらの子は何を食べて生きてるんかいうことでね、ね、どこにもこんなね、多分僕が猫やったら、こんなんどこに餌あるんやって話やけどね、ほんまに僕らが食べて、猫たちが食べていけるようなもの、どこに、追ってんやいう話やねんけどね。まあ、ポンさんとこの近くは田んぼとかね、あるからカエルとか食えるけど、ここらのコーラなんほとんどそんなのないと思うんですよ。こんなところで、こんだけそれ渡ることもね、できないね、青やから言うて、猫が青で渡るか言うたら渡るわけないからね。こんなさーっと走って死んだり、踏まれて死んだりするのが現実やからね。そんなの皆さんにね、もうちょっとね、まあ、ほんまに土地土地でね、環境も違う中でね、あれですよ、まあ、港とかね、ああいうところでね、餌もうてるような野良猫やったらね、魚をもうたりできるような野良猫やったら幸せや思うけどね、海辺のね、辺で言うたらね、車もそんな走ってないし、まあ、そこに、10トン車とか来るかもわからんけどね、積み込みに来る魚を。まあ、だけど、ここほど、こんな車の交通量は多ないと思うんやけどね。こんな中で、ほんまに、どなして生きていくんやって話の中で、ね、餌をばらまいて、ね、まだ去勢手術もしないで増やしていく人たちがおるというのが現実なんですよね、これ。ね。だから餌もね、毎回人間の食事みたいにね、3度与えてるんやったらあれやけどね、ルールも守られん人がね、こういう、そういうルーズな人がね、そういうこともね、猫にちゃんとできるかよ、できないと思いますよ、3度の飯も。よく与えてないと思うしね。まあ、こんな環境の中でほんまにね、幸せなんかいうことだけね、ほんまもっとね、分かってもらえたらね、まあ、住んでるとこによってね、皆さん思い張ることはちゃうと思うんやけど、ね、ポンさんのとこは、ちょっと、ま、ポンさんのとこはもう3、40分でここ、アビコは着くからね、こういうところがね、野良猫、結構死んだりもしてるからね、そんなのもっとね、分かってもらえたらなと思ってね、動画撮ってます。ね。どうですか、こんなとこで皆さん、ほんなら猫になって生きていく自信ありますか、野良猫として。餌にどこにあると思います、ほんまに残飯漁ったりしてね、生きてるのと思いますよ、ほんまに残飯漁んでも腐ったもんとか食べたりしてね、ものすごく病気を持ったり持ったりしてると思いますわ、ほんまに。まあ、そういうのもね、もっと関心を持ってもらえたらなと思います。ただ猫がおるからってね、
素通りしてはる人が多いというのが現実の世の中やけど、ね、もっとね野良猫にのこともねもっと分かってもらえたらなと思います、ね、野良犬とかも少なかったからね、うん、まあ野良猫言うたらやっぱりちょっと目立って僕らにやっぱりよう見てるからよく見るんやけどね、まあネズミよりもね見るのは多いですよね猫とか。だから猫ね飼ってるし余計ね気になるのもあるんかなと思ったりね、まあ何は高校で赤井さんがおったね、何は高校じゃんこれ何とかなドアスレしてんね、赤井さんがおった高校ですよ。ポンさんも何度か仕事来てるけどね、まあ、こんなところで、ね、ほんまに生きていけるかいうのをね分かってもらえたらなと思います。ちゃんと喋れたかよく分からんけどね、でこんな感じです。はい、以上です。ありがとうございます。私、家猫のペロちゃん、生まれつき目が見えないんだ。こないだの検査で白血病も見つかったし、猫を飼うときは家で飼ってね。外に出るといろんな病気をもらっちゃうんだよ。お願いしますね。